アンオーソドックスは2020年のアメリカ合衆国、ドイツ合作のテレビドラマシリーズ。デボラ・フェルドマンの2012年の自叙伝、アンオーソドックスを元にしており、見合いで結婚した夫との生活を捨て、ニューヨークからベルリンに渡ったユダヤ人女性を描く。全4話のリミテッドシリーズで、ネットフリックスが2020年3月に全世界で配信した。ネットフリックス初のイディッシュ語を中心とした作品である。厳格なユダヤ教調整党派の女性エスティは、ニューヨークで見合い結婚した夫から逃れ、ベルリンに移住する。新しい生活を始めたエスティだったが、そこに追っ手の影が忍び寄る。アンオーソドックスのキャスト。ジョーダン・ヒダリから、シラ・ハース、ジェフ・ウィルブッシュ、ティナ・ドローン。原作者のデボラ・フェルドマンが脚本家のアンナ・ウィンガーとアレクサ・カロリンスキに自伝のテレビシリーズ化を持ちかけプロジェクトがスタートした。二人がこのプロジェクトを引き受けたのは物語が特にドイツでユダヤ人であることの難しさなどいくつかのテーマに共通の関心を抱いたからだった。本作はイディッシュ語を使用した初のネットフリックスシリーズとなった。俳優でイディッシュ語の専門家であるイーライ・ローゼンは台本の翻訳、演出のアドバイス、出演者の指導を務め、自身もラビとして出演した。本作は批評家から高い評価を受けている。映画批評集積サイトのRotten Tomatoesには41件のレビューがあり、批評家支持率は 95%。平均点は10点満点で 8.09 点となっている。また、メトクリティックには11件のレビューがあり、加重平均値は85、100となっている。ありがとうございます。